段差舗装の冷段差舗装は、舗装面にセラミック等の骨材やシート状の素材を塗布したり、舗装面を盛り上げる削る等の処理をして意図的に段差を発生させた舗装である。走行する自動車のドライバーに音と振動を与えることで、走行速度の抑制や注意喚起を図るために設置される。カーブ、横断歩道、交差点の手前等、減速や、 注意喚起が必要な箇所や、峠部等の下り坂での速度抑制のために設けられる。段差を形成させるにはいくつかの工法がある。代表的な方法として、舗装表面に樹脂系接着剤を用いて、セラミック等の骨材を塗布するニート工法と呼ばれるものがある。この工法では、塗布する骨材に、 赤色等の目立つ着色を行うことによって、視覚的な注意喚起を狙う場合も多い。イメージワンプこのほか類似の効果を期待する方法としては、白色の道路表示によって、主として、視覚的な注意喚起を図る、原則マーク、舗装表面に細い溝を切ることで、音による注意喚起や、路面の排水を狙う、グルービング、 道路の中央線上に秒を設置し、対向車線にはみ出しそうになった時のみ音と振動を与えて注意喚起を図るチャッターバー。道路の中央線部分を削って波状の段差をつけ、チャッターバーと同様の効果を狙ったランブルストリップス、住宅地の生活道路等で路面の一部をかまぼこ状に盛り上げることで速度の抑制を図るハンプ等がある。グルービングの一種で、 溝の幅等を変えることによって様々な音の出るように工夫されたものはメロディーロードと呼ばれる。ハンプの中には実際には凹凸はないものの路面に着色することで目の錯覚を利用してあたかも路面が盛り上がっているかのように見せたイメージハンプと呼ばれるものもある。意図的に段差を形成させていることから走行時の騒音が大きくなることや特に二輪車にとっては 走行が不安定になり、転倒事故の危険性が高まる恐れがある、等の問題も指摘されている。日本道路建設業協会ニート広報、ありがとうございます。